ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。皆さん、ドラクエ9をご無沙汰してます。だいぶ更新が遅れてしまいましたが、なかなかね、進みが悪くてね、今現状なんですけど、まあクリア後ですね、道具かな、宝の地図と、ここまで頑張ってやったんだけど、ここで出てくるね、最後の敵がアトラスってやつなんだけど、こいつが強くて倒せなくて、まあレベル上げをしてるとこですね。で、レベル上げにもやっぱ限界があって、問題はどっちかっていうと守備力なんじゃないかなって今思い始めてるんだよね。257でしょ、から214、284、239、多分ね、これじゃ勝てないですね。守備力300くらいは持ってこないとダメなんでしょう。ということで、防具を育てなきゃいけないんだろうけど、いかんせんゴールドが足りないんですよね。平気で1万5000とかの防具とかが売ってるから、高いやつ買うとなると、お金が足りなくて今しんどいっていう状況です。はい。まあ、裏でね、コツコツと作業を進めておきます。では、じゃあ今回は、最後の鍵で行けるところをぐるっと回りたいと思います。でもまあ全部行くわけじゃないかな。じゃあまずはね、ベクセリアから行きますか。取ってないやつを主に、というかもう基本、ただね、一つ取れないやつがある。天使界の2階の宝箱では、女神の腕輪とオリハルコンがあるらしいんだけど、それはもう取れないらしいね、どうやら。残念。もう撮ったのかな、実況中。どうなんだろうね。ベクセリア、井戸の中にレッドタイツがあるんだってさ。これか。これか。でもなさそうですね。あれ？盗賊の花。あるんだ、どっかに。どこにあるかわかるのはどうすればいいんだろう。どっかにあるらしい。どこだろう。全然わかんないわ。わかんないね。じゃあまあ、これは仕方ないな。まあ、レッドタイツだし、いっか。じゃあ次は、キャプテンメダルの家だって。キャプテンメダルの家ってどこにあるっけ。カラコタ？カラコタだったよね、確かね。そういえば小さなメダルとか全然私に来てねえや。どう行くんだっけ、どう行くんだっけ。これ降りていいんだっけ？あれ？どれだっけ？これか、これかな？あ、違うな。これ INN だな。あ、あった。これだ。丸いやつだ。やばいな。すっかり忘れてるな。レベル上げしかしてないから。いやいや。35枚になった。透明タイツ。奇跡の剣。40枚で神秘の鎧か。これかな。すげえ、いっぱいあるよ。小さなメダル、悪魔の鞭、聖者の灰、ドクロの指輪、3000ゴールド。あれ。あ、これでいいのか。 OK。 じゃあ次はサンマローの井戸の中だってさ。あ、待って、その前にカラコタ橋、秘密の店があるんだって。ちょっと覗いてみる？道具屋のすぐ上の建物裏側から入れる。この辺？お、あった。これか。お、すごい。お、
秘密のお店、VIP としておもてなし、ありがとう。鬼滅は、これは？おー、強え。あれか、武器、防具の店なのね。あ、強いなぁ。高えなぁ。ここら辺は多分買わなきゃいけないんだけど、これは高くて買えないなぁ。金策しないと。ただここで買えるってことが分かったから、危ない水着した。守りのスパッツ。うん。裏でゆっくりお金を貯めてゆっくり購入しときます。ただね、お金そう簡単に貯めれないんだよね。なんかゴールデンスライムみたいなやつがいるらしいんだけど、多分現状戦えないのかな。多分地図関連だと思うんで、アトラス倒さないとちょっとダメなのかな。残念。じゃあ次30行きましょう。これまた井戸の中だそうです。鬼人の手袋がゲットできるらしい。井戸あるか、あれか、これか。おうおう、これか。おうおう、実況中こんなとこ来なかったよね。鬼人の手袋、よし、オッケー。じゃあ次がルーラで飛ぶのが自分の船だってさ。ということはこのそばに船あったよね、今ね。内部に切り替える、初めてだね、内部切り替えたの。今までやんなかったから。なんもないか。 BGM すげえ神がかってんな。なんかないかな。結構あるもんですね。とりあえず内部探索まだしてなかったから、直りってと。お、グラコスの槍か。もう遅いよね。多分中盤の方だったら強いんだろうけど、もう残念ながら。薬草ないよね、でもね。船内にハヤブサの剣と素早さの種があるらしいよ。でも、最後の鍵使うようなとこあった？あ、これか？これが最後の鍵なのか。ということはここにあるのか。いやえ、どこ？ないけど。え？ごめん、ないよね。あれ？鍵使うようなとこなくない？あ、ここだ、ここだ、ここ行ってない。あぶねえ。とりあえず探索。めっちゃあるものが。簡単に壊せない。あった。やったー。これで、ハヤブサの剣と、素早さの種、やりました。ハヤブサの剣は多分でかい。使い勝手がいいよね。キラーピアスみたいな。序盤のキラーピアスみたいな感じかな。では次がグビアナの地下通路に聖者の灰か。あ、これはいいかな。じゃあ以上ですかね。とりあえず最後の鍵でできることと、それから、現状紹介でございました。ではね、このパートはここで終わらさせていただきます。次どういう動画上げればいいのかね、迷ってるんですよね。どうしようかなと思って。裏ボスが多分この宝の地図を攻略していかないと戦えないんですよ。
ドラクエ9ってきっと。だからあのアトラスとかを倒さなきゃいけないんだけど、その宝の地図でいうとこの中ボスでさえ今倒せない状況にあるんですね。だからそれを今なんとかしようとしてるんですよ。逆に何を動画にすればいいかが全然わかんなくて、ドラクエ9なんかこっから本当にやり込みすぎて、そのやり込みのレベルがあれなんで、つまりレベリングとさほど変わらないと自分の中では思ってるから、レベリングは動画にしないでしょ、普通に考えて。だから何を取ればいいかわからなくなっちゃってるんですよね。まあで、まあ苦肉の策、最後の鍵でできることとか言って今回動画にしましたが、まあ何かこれというのがあればぜひ皆さんの方で残してもらえたら、コメントでね、残してもらえればなと思ってます。クエストっていう手もあると思うんですよ。ただクエストって結構ナインの場合だと作業ゲーなことが多いんで、たまにボスとかがね出てきたりするパターンもあるんだけど、それが初見だとわかんないからとかね、結構迷ってます今。これぞ動画にすべきだっていうのがもしわかる方がいらっしゃればぜひ教えていただきたいなと思います。では今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。